老朽化などのため新しい区庁舎を建てる計画を進めている北区は、新庁舎の建設予定地を所有する独立行政法人と土地取得に関する協定を結びました。今から9年後、2026年度をめどに建設される見通しです。いつぐらいにできた建物なんでしょうか。昭和35年にできた建物で、一番古い建物になってます。筋交い入れてるんですけど、こうやって入れないとちょっともう耐震が全然持たないというような状況になってました。北区役所は第一庁舎の中央棟が1960年に建てられて以降、業務拡大に伴って庁舎が分散し、現在は6つの庁舎に分かれて住民サービスを提供しています。しかし、あとこの辺見てもらうと、排水、漏水とかでちょっとシミになったままちょっと残っているようなところもあります。実際には建物の老朽化が進んだ上、公共施設としての耐震基準を満たしていないことから、区は6つの庁舎をまとめた新庁舎の予定地を JR 王子駅近くにある国立印刷局王子工場の一部に決めました。はい、行きます。今日、区役所では新庁舎の建設予定地およそ1万4000平方メートルを持つ国立印刷局と土地取得に向けた協定を結びました。区は2019年度までに整備の基本計画をまとめた後に正式に土地を取得し、9年後の2026年度をめどに新しい庁舎を建設する方針です。